YouTube には毎日たくさんの動画がアップされています。日本版の YouTube 公式ブログによると毎分60時間の動画がアップされているそうですから驚きですよね。たくさんの動画がありますから、中には不気味なものや未確認生物が映り込んだ奇妙な動画も存在します。今回は YouTube に実際に投稿され未確認生物が映り込んでしまった動画を見ていきましょう。こんにちは、ペクです。 UFO や宇宙人とともに話題に上がるものの一つにユーマなどの未確認生物が挙げられます。まだ見ぬ未知の生物の存在は僕たちの好奇心を駆り立ててくれますよね。未確認生物の目撃談は世界中で相次いでおり、中には未確認生物に遭遇し撮影したものを YouTube にアップしている人もいます。今回は YouTube にアップされた未確認生物の中でもこれはやばいと個人的に思ったものを5つピックアップしてみました。存在を信じるか否かはあなた次第ですよ。中にはびっくりする未確認生物もいるので心臓が弱い人はご注意ください。1、井戸の中に現れた2つの目。まずは森の中にひっそりと存在する井戸の中に衝撃のものを発見してしまった投稿者の映像です。映像は投稿者が林の中を探索しているようなシーンからスタートします。撮影をしながらゆっくりと林の中を見回す投稿者。でも特に珍しいものはなく、動物どころか虫一匹映っていません。非常に静かな場所なんだと思われます。森の中を探索する投稿者でしたが、地面に井戸が掘られていることに気づきます。井戸の入り口は古ぼけた木材で塞がれており、使われている形跡はありません。草木に覆われ、うっかり気づかないと転落してしまいそうな危険な場所ですよね。穴があればついつい覗いてみたくなるのが人間の心理。投稿者も興味津々で井戸を覗き込みます。何か入ってるかなって感じですかね。でも中には僕たちの想像を裏切る衝撃の光景が広がっていたんです。井戸の中にいたのは2つの目でこちらを見つめる未確認生物の姿。井戸の中が暗くてはっきりとは見えないのですが、顔が細長く口が開いているようにも見えます。これを見た投稿者はダッシュで逃走。その慌てっぷりはカメラが激しく振られていることからも明らかです。コメント欄ではチェルノブイリの生き残りではという考察のほか、酔っ払いだろうという面白い意見もありました。映像がここで途切れているためか、未確認生物の正体は何だったのか、投稿者がこの後どうなったのかは不明です。皆さんはこの物体何に見えるでしょうか。海岸で捉えられた謎の物体。地球の実に 71% を占める海ですが、その全ては未だに解明されてない部分もたくさんあります。僕たちが分かっているのは海の 10% ほどと言われているらしいです。それほど海は広くて深く神秘的な謎に満ち溢れています。次はそんな海岸で撮影され YouTube にアップされた未確認生物の姿です。撮影された場所はアイルランド。YouTuber とされる男性が撮影した映像です。海岸にやってきた投稿者、すると何やら人だかりができています。これは気になって見に行ってしまいますよね。撮影をしつつ近づいていきます。するとそこには誰も見たことがない衝撃の生き物が打ち上げられていました。その生き物は人よりも大きく、胴体は茶色い部分や白っぽい部分があります。体の表面は岩のように硬そうですが、動画からはつついてみるとふにふにと柔らかいことがわかります。また所々から白い毛が生えているという不気味さ。さらに全身を見回してみると大きなヒレのようなものが見え、さらに頭を見るととんでもないものが見えてきます。なんと顔と思われる部分から眼球が飛び出し転がっているというなんとも不気味な光景。一瞬クジラかなとも思ったのですが、飛び出しているのが目だとすると少し口に近すぎるような気がしました。正体不明の謎の物体ですが、コメント欄ではクジラでは、ウバサメではないか、オオサンショウウオではなど様々な意見が飛び交いましたが、はっきりとした真相は不明です。一体この生物はどこから来た何者なのでしょうか。3、ドライブ中に発見した謎の半魚人。得体の知れない生物と聞くと動物実験の失敗作や生物兵器などの噂が飛び交いますが、次はそういう噂って実は本当なのかもと思ってしまう衝撃の未確認生物です。この生物はその不気味さゆえ YouTube で100万回以上再生され、8000件以上のコメントを集めました。謎に満ちた衝撃の姿を見ていきましょう。動画は投稿者が車でドライブしているシーンから始まります。投稿者がおそらく脇道に入ると前方に水たまりが見えてきます。
ただの水たまりならスルーするところですが、投稿者は水たまりの中に横たわるあるものに気がつきます。ゆっくりと車を止め、謎の生き物に近づく投稿者。やがてその正体がとんでもないものであることがわかります。水たまりにいたのはビニール紐のようなものが巻きついた子犬ほどのサイズの謎の生物でした。表面はツルツルとしており、特に毛などは生えていません。ピンクの胴体がなんとも不気味ですよね。投稿者は辺りを見回しますが、特に工業地帯が広がるばかりで変わった様子はありません。未確認生物は完全に死んでおり、口には牙が見え、舌が引き伸ばされた状態です。尻尾はまるで蛇か魚のように細長く、小さな足が何本もついているんです。画像を見た感じ、お腹から尻尾にかけて少なくとも5本以上手足らしきものが生えているので、おそらく地球上の生物ではないのではって感じがしたんですよね。さらに未確認生物については謎があります。胴体には消し印のようなスタンプが押されていて、個体番号のようなものが見えるんです。憶測ですが、この生物はどこからか脱走してきて、この場所で力尽きたのではとも考えられますね。全く説明のつかない未確認生物、あなたは何だと思いますか？まあ個人的に一番びっくりしたのは、謎の生物を素手で普通に触っている撮影者ですけどね。自分だったら無理ですね。絶対触れません。4、部屋に現れたミシュランマンらしきもの。次は撮影者の自宅で捉えた未確認生物です。見た感じですが、自宅の庭を室内から映した映像のようです。画像の右側に注目してみると、何やら白い人影が動いているのが見えます。なんとなくミシュランマンにシルエットが似ているような気がしますが、体をかがめたり伸ばしたりして、こちらの様子を明らかに伺っています。撮影者の声の雰囲気からして、かなり混乱しているのかがわかりますね。未知の生物に遭遇してもどうすればいいのかはほとんどの人がわからないと思います。しかもこの動画よく見てみると、あるとんでもないことに気づくんです。ミシュランマンっぽい未確認生物ですが、なんと徐々にこっちに近づいてきているんですよ。光の関係でそう見えるだけかもしれませんが、最初は暗闇にぼんやりと浮かび上がる程度だったものが、動画が進むごとにはっきりくっきりと見えるようになります。なぜ投稿者が逃げ出さないのか不思議なくらいですね。焦った投稿者は助けを求めるべく友人に電話をかけました。これは110番で警察を呼んでもいい案件だと思いますよね。何しろ明らかに状況がやばいし怖すぎます。さらに海外であれば銃で撃たれてもおかしくはないですよね。でも投稿者が取った行動が結果的に功を奏します。なんと応援が来ることを恐れたのか、謎の人影は徐々に後ずさり、闇に紛れるようにスッと消えていったんです。動画を見ていると、立ち去ったというよりも消えたって感じです。投稿者はこの生物をガーゴイルマンと呼んでいました。ネットのコメントでは、明確に〇〇だと思うといったコメントはありませんでしたが、エイリアンではないのか、悪魔かなど様々な意見が飛び交いました。今回の未確認生物は結構人間に近い姿をしていることからも、僕たちに似た別の生物なのかもしれませんね。僕たちは地球に長く住んでいますが、本当に一部のことしか知らないのかもしれません。5、墓地に現れたエイリアン。お墓には幽霊が出るなんて噂話は日本では有名ですが、海外でもお墓は謎に満ちた場所です。そこに現れるのは生きているものなのか、それともすでにこの世のものではないのか。最後は墓地に現れた未確認生物の映像です。映像は静かな墓地を歩いているシーンから始まります。オープニングのテロップを見ると、撮影されたのは2005年のようですね。動画はゆっくりと墓石を一つ一つ確認するようにじっくりと撮影されています。墓地内に人影はなく、静かな場所のようです。でも画像が中盤に差し掛かった頃、画面にとんでもないものが映り込みます。それはなんと、こちらをじっと見つめる宇宙人のような生き物の姿。画像が荒く正確には確認できませんが、手が異常に長く、体は痩せこけ茶色っぽい色をしているように見えます。無人の墓地に一人佇む未確認生物、一体何をしていたのでしょうか。お墓の前に立っていることから、もしかしたら誰かのお墓参りに来ていた可能性もありますね。この動画についてコメント欄では、エイリアンだと未知の生物を疑う声も大きかったのですが、その一方で、なぜ投稿者は墓地で動画撮影をしようと思ったのか、その行動が奇妙だと思うと投稿者の行動を疑問視するコメントもありました。真相は分かりませんが、何かがそこにいたのは間違いありません。あなたは一体この未確認生物は何だと思いますか？
ということで、今回は YouTube に投稿された未確認生物を5つ見ていきました。本物かフェイクかは分かりませんが、 YouTube っていろんな動画が投稿されていて面白いなって思いますよね。皆さんは未確認生物の存在を信じますか？他にも面白い未確認生物の動画があればぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。